はい、おはようございます。おはようございます。篠原君、はい、ちょっと先生に驚いたね。そうですね。予選って、で10年と、はい、明日は3レースの1番で行くでやるけど、はい、まあ、レースをずっと見せてもろうたら、メンバーを見せてもろうたら、今、ときめく太田リモン、ね、そうですね。この人が前を走ってくれると。で、篠原君はこれにつけるともちろん、うん、最後までつけてよ。はい、うん、で、自分としたらある程度の自信を持つ。自信はないですね。ない。はい、うん、まあ、太田君に言うのはね、今のところちょっと強いということもあるけどね、まあ、けど、地元ということで地元の力をちょっと不安の押し上げも買って番手を死守して、せめて2着まで飛び込むように考えてよ。はい、頑張ります。うん、で、今、点数運動と同時に体の調子がここが悪いというのがあるわ。ちょっと落車しすぎですね。うん、もう、バランスがちょっと悪いですね。悪い。はい、うん、まあ、ここで高知の競輪場やったら、そんなことを言いどころやないかね。そうですね。うん、血出たら痛くない。はい、うん、しっかりと頑張って、はい、この高知競輪場でね、せめて2着を取ってほしい。はい、よけりゃ抜いてほしい。多分無理ですけど頑張ります。まあ頑張らないからね、はい、で練習は十分やってきた。はい、うん、その練習は十分やってきたっていうことはやっぱりこうバランスが悪いって今聞いたけど、はい、そういうものも競争でね。そうですね、チャンスが良かったら治るわ。そうですね、走らないと修正できないんで、うん、そうや、競輪練習は着なかったら治る。はい、はい、うん、で、それを治す意味でもね、今度のまず明日はね、頑張ってほしいね。はい、うん、じゃあ、この3日間、しっかりと頑張ることをね、はい、こっちで見向きを、はい、頑張ってよ。はい、頑張ります。はい、どうも、ね。